おはよう。おはようございます。本日は学校休みの生徒たちを登校します。なんでや。は？あ、夏休みか。おう、そうすか。PTA 会長、来すぎやねんだから。どうも、ああ、早くお見えにならないかな。やばいやん、もう、ズブズブやん、ここ。まあ、ええわ。はい。あ、ほんなら指導もできへんな、生徒なんか。あ、部活やってんのかな？部活やってるやろ、絶対。職員室もなんかちょっと関係性悪いけど、あれしようかな。話だけするか。よし。おはようございます。君はええ子やな。ちゃんと挨拶できんねや。うん。私に何か用ですかな？お前そんなしか言われへんのか？すまんがどうも、私はあなたが信用できる。なんですの？一緒に野球部強くしましょうよ。はぁ、なかなかね、難しいね。うん。ちょっと物質見に行っていいですか？物質見に行って、って感じやな。22万しかないやん。これ何で儲かってんの？ 22 万って。逆に。あ、食堂か。めっちゃ売り上げあるやん。うん。おっす。お前さっきと全然言うてることってか性格ちゃうやんけ。20人ばっか、お前。双子兄弟か、お前。やっぱ部活やってたな。大事やもんな、部活な。練習すっか。おい。おい。守備も大事やな。守備めちゃくちゃ大事っすよね。おっしゃ。え、めっちゃ強いやん。こんなん優勝待ったなしちゃん。そんなことないんかな。これはあれやろ。感じやろ。てか35人もおんねや。強豪校やん、普通に。そんなことないか。あれ、大阪桐蔭って、僕、噂でしか聞いたことないんですけど、5軍まであるらしいっすね。野球部。俺、5軍とかやったらやめるけどな。それでも野球好きな子はやんねやろな。あと俺もうベンチやったら 100% やめるな。うん。自分がスタメンじゃなかったらやめる。うん。だから、あかんねんな。うん。だから部活に入ってあかん人や。集団行動向いてない。協調性っていう言葉を覚えようねって感じ。うん。おっしゃ。こっちはまあまあ、ぼちぼちやろうよ。うん。いいよ、それで。はい、お疲れ様。うん。だって、俺すごいなと思うもん。まあ、ベンチはまだマシやけど、スタンドから応援してる野球部の子とかいますやんか。あの子らほんまええ子なんやなと思う。俺やったらもう、ふてくされて絶対いけへん。誰が行くかやめて。ガチャガチャしてやめたの。まあ、俺ほんまに、なんやろな、やっぱりスポーツやったことないから、その分かれへんっていうのもあんねやろな。もうええ子らやなと思うな。俺あれ見てるだけで、なんかグッとくるもんな。絶対できへん、俺は。俺は自分がそういうのじゃなかったらいけへんし、無理。応援だけしに行くとか。なんか俺、高3やったかな？高2やったかな？忘れたけど、の時、高校が、あれなんですね。甲子園出たんですね、確か。で、D も、僕、高校の時は知らなかったんですけど、広いから。同じ高校やったんですけど、D は行ったらしいんですよ、応援。で、誰がそんな暑い中で、応援なんか行くか思って、僕、家で見てました。ねえ、みんな、すごいなと思いますね。てか、ね、あんな暑い中で、野球やってね、なんかプロ野球とは違った良さみたいなのありますよね、やっぱり。プロ野球は俺もちろん好きなんですけど、やっぱ高校野球は高校野球にしかない良さがある。そう。見てまうもんね。で、僕、昼とか、事務してること多いんですよね。基本的に。だって夜やから、子供教えに行くの。まあ、夏はね、まあ、朝から晩までやってるけど、冬とかも。あと、土曜とかね、日曜とか。そうじゃなかったら、平日なんか、基本家おるんですよ。それ見るじゃないですか、甲子園とか。
すごいな、もうな。やっぱり。めちゃめちゃ練習したやろな、っていうのは、すごいわかる。うん。運動やったことない。俺でもわかる。うん。素晴らしいよね。うん。いやー、生徒なんかったら、このゲームマジでやることないな。でも、部活はな、あってよかったわ。あれスルーしとったらな、一日分損してるわけよ。部活なぁ。入っとけばよかったなぁ。でも俺外は嫌やねんなぁ、暑いから。うん。何がいいやろ、囲碁将棋とか。うん。あと、まあなんやろなぁ、でもあんまり部活向いてんのないなぁ。そもそも、なんか人いっぱいでおるのが好きじゃないんですよ。めんどくさですか？なんかどうしてもチラチラ目に入るし。うん。俺基本一人とか少人数でおるのが好きなんで、あの嫌なんですよね。みんなでワイワイやるの。好きじゃないんですよ。うん。だから、なんかそのね、うちの塾も忘年会的なことはするんですけど、正直、楽しいけど、うん。なんやろ、みんなほどは楽しめてないと思う。で、うちでやるんですけど、うん。で、まあ全部ね、まあ一年間ご苦労様でしたってことで、まあ、まあ料理とかもね、いろいろ取り揃えて、お酒もね、各種取り揃えてやるんですけど、どうやろうね。まあ俺はありがたいなという気持ちはあるけど、なんか、うん、俺が率先して楽しんでる感じはない。うん。別にそれ目的じゃないし、これね。うん。全然。お、これ物質やな、言ったら。な、読みのおっさん話しようか。はい。うん。よっしゃ。はい。持ってきたで、ゴミ。2増えたってもう焼け石に水やけどな、ゴミ。はい。これさ、今、22万しかないの、やばいよな。絶対やばいよな。しかもまだ建てきれてない施設とかもあるってことやから、相当まずいな。これ目的何やったっけ？どれ見たらわかんねえよ。オプション？あ、会話速度速いとかできんねや。あ、壁紙も変えれる。何これ？いや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 、この壁紙はないやろ。あ、これええやん。めっちゃ用意されてたんや、こんなん。猫もええけどな。じゃあ、この女の人で。これ保健室の先生かな。うん。まあ、ええわ。はい。いや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 、全教頭の張り紙いらんやろ。特殊かって思う。あ、こういう感じになんのね。いや、なんかめっちゃやらしなってない？なんか、やらし施設になってるやん。好感度は低いですな。うるさい、もうお前。黙れ。はい。ってことで、ちょっと今回は生徒もいないので、この辺で終わりにしておきます。はい。じゃあ、1日の終了ですね。はい。はーい。